メンバーの有安桃香、22が21日のライブをもって卒業すると発表した、桃色クローバー Z の改名論争がネット上で話題となっている。桃黒に直撃すると、マネージャーの川上明氏、43は、所属事務所は、やぶさかではないと書いておいてくださいとにやり。果たして、どうなるのだろうかつ、ももクロは、2011年4月に早見あかり、22が脱退した際、名前を、桃色クローバーから、SZ に改名した。人気アニメ、ドラゴンボールが続編でタイトルに、Z を冠したのが由来で、その後、シリーズは、GT、海、超と続いている、有安の卒業発表とともに、ネット上では、GT に改名する説が飛び交った。ももクロの5人が報告のため本社を訪れた15日、改名の可能性を問うと川上氏は、いいっすね。皆さん、話が早い。はい。桃色クローバー GT、って言ってみてとメンバーにパス。佐々木綾夏、21は、矢立と机に突っ伏し、高城るみ、24も、反対、反対、と両手でバッテンポーズを作った。4人の拒否反応を見て、有安は楽しそうにニコニコ笑っていた。SZ に改名した際も、メンバーは猛反対している。ところが、リーダーの百高菜子、23によると、翌日、テレビを見たら、Z に改名ってなっていたと、外堀を固められており、今回もどうなるのか怖いですよね、と表情は暗かった。かつてはメンバーの加入、脱退が相次いだが、5人体制の Z になってからは安定、国民的アイドルグループへと駆け上ってきた。今年で結成10周年、夏にはアニバーサリーの大規模公演を予告しており、高城は、10周年、ライブの時にはみんなで、Z って言いたい気持ちがある。Z は長いので、大事にしたいと、ZI を口にした、有安の巣立ちを経て、新章に突入する、ももクロだが、5人の汗と涙が詰まった、Z の魂が消えないことだけは確かだろう。